へい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 ビットコインの裏付けになっている、ステーブルコイン、テザーの最高経営責任者の今後の事業計画からビットコインの今後の値動きがなんとなく読み取れたという話と、XRP の価格は下落しているが、まるに注目すれば、XRP の回復の前触れの可能性があるという話。そしてビットコイン。 3、えー、大取引所ロングとショートのポジション比率などちょっと紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はいそれでは本日はビットコインと XRP、XDC、ステラルーメント、AVAX、ちょっと見ていきたいと思いますが、えー、ビットコインから見ていきましょう、はい、えー、昨日話した通りですけど、変わらないですね、状況はね、えー、まあ、現物ホルダーはね、あのー、別に安心してくださいって感じです。 ね、はいまあ下げてもねオレンジかあの白白ねうんまあ赤からオレンジの間だと思うけどねうんどちらかというと今は揚げの時間終わったから今度下げの時間です今作ってるのはね強いだけどね買われてる買われてる買われてるね、うん、だから強い。うん この真下白いね水平線あるからさね、まあそれ意識されて買われてんじゃないのこう右肩上がりで上がってるしね。うんただ油断は禁物ですね。上昇の時間今下落の時間ですねどちらかといえばね。うんただそれを否定しようとするほど強いってことです今のところね。ただこういうところ割ってくるとねこういうところまで落ちてくるよね白い線までね、うん。まあだから時間も考えてね赤からオレオレンジの間 ね、まああのーうん、まあ妥当かなって思います俺的にはね、うんはい。ということでストキャスもね上向いてるこれは下向いてるダイバージェンス起きてるし RSI も前回話した通りりダイバージェンス起きてるしまあとにかくですねそんな状況です、ね、ただそれでも強いってことだよねビットコインはねうん。で今さなんか暴落起きるとか何とかそういう動画もちらほらなんかちょっと見たけどねうんね。 けど俺的には起きないと思うね,、うん、ねだって白い線もあるしオレンジの線もあるしオレンジの線もあるしさ、ね、白12オレンジ12あるしここは二重になってるし、ねうん、だからまあ起きないかなと思います、はい、ということでビトーン以上ですはい続いてステラルーメンですけどストキャスが下がってるね結構下がってるねということはうん まあこれそこついてる可能性もあるよね。ストキャス的にはね。うん。あと、チャート的にも。ね。こもともと引いちゃった緑の線を今、1、2回つけてサポートされてます。ね。はい。だから、明日、明後日になれば、このサポートを守りきればですよ。ね。そうすると、これ出れるわけですね。うん。右側に。ということは、 ここまでとか、うん、ちょっと分かんないけどここまでとかねうん一回はピョーンって上がる可能性ありますね明日明後日だねその代わりこのサポート守らないとダメだねうんねはいということでまあビットコインがね今から例えばガーって下げてくるんだったらね緑の線食い込んできちゃうかもしれませんねはいまあ明日明後日ね見てみてください皆さんねはいということでまあ別に問題はないって感じはね うんね、いきなりこれさ、ズドーンってこんなところまで落ちてくるとか、ね、まあ、そういうのはあまり考えれないなって感じです、今のところね。どちらかというと、上に行くって感じだね、下よりもね。うん、その代わり、ここ守,ってか守ることが条件だけどね。うんねはい、ということで、ステラルーメン、まあ、問題ないかなみたいな感じです。はい、XRP ですが、えー、これも、ね、下、結構下がりきってる。ねはい、チャート的には、ね、 まあ買われてる、うん、結構ね下げの圧力よりあ下げの圧力はねそんなにあるってわけではないね。要するにこの高値からさ何本も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 ローソク足をさこうかけ作ってきている。ねいきなりスパーンって落ちない。で戻ってスパーンって落ちない。ね要するにこれ強いってことです皆さん、ね。何本も作っててこれだけ下げてる。ねここまでしか下,が下げてないってことはさ。ね、はいということで。 まあ紫ボックスの加減までは落ちるかもしれないけどこれも同じだね明日とかあさってになるとこの斜めのレベルを、ね、抜いてくる可能性があります、ね、ただビットコインがあの同じように、ね、あの今からスポーンって、ね、スターンと落としてきた場合、ねうん、まあそういう時は影響を受けますけどねジリ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 ,ジリあの動いている うん、感じだとねそのままだったらまあ明日明後日とかねまあ、出れる可能性ありますよねこれもね。と、うん、いうことはこの紫上限までね明日明後日しあさってとか、ね、になればワーンって上がるかもしれません。ねはいということでまあ白い値、うん、動きだなって感じだね、うん、自分的にはね。はいということで、ま、問題はないです。ねはい はい、XDC ですね。XDC は、まあ、これね、難しいな、なんとも言えないとこなんだけど、おそらくね、この高値を作ったことによって、まあ、こういう感じだよね。うん。ね。うん、こういう感じ。で、えー 上がってもね、うん、ここを抜けれないってことだね要するに、うん。ってなるとさもう1月そこまでこのまま行ったら1月だね一段上に上がっても、ね、こういうところだよね、うん、赤は赤つけて戻されてとかねでこの水平線でサポートされて一段上をうろうろしてって1月11月27日ね あたりまでは、うん、このレベルで動くのか、一段上のこのレベルで動くのかってことはね、要するにね、うん、っていうことだと思います。ねはい、以上です。はい、AVAX ね、うん。はい、これね、はい、今、サポートされてる感じかなああ、されてるね、うん。いいじゃないですか、これ、ね。ビットコインの影響受けてんだろうか。 ねえそんな感じもなんかないんだけどな強いなこれな本当うんいい銘柄だぞこれがきっとうんって思うなはい、うん、イギサリアムとなんか似てるんだよほんね、うん、この真上例えばね確定できずに下げてきて一段下のサポートでさ、ね、今サポートされていて、ね、ここを何とか割らなんで上に行こうとしてるんだけどどうだろうね うん、ちょっとイーサレムもなんか似てる本当ねチャートの感じもでストキャスがもうこれかなりあれだね高いねうん高い上の方でさ何回も何回もなんかウロウロウロうロしているからさ、ね、ちょっとこれ週足見ようかはい週足ですけどねやっぱ高いね週足もねうんって思いますので 中足だと確定できてないね緑のラインねこのサポートほらされていた日足はサポート今されてたけどさ、ね、切ってくる可能性あるねもしかしたらねうんはいということでまあビットコインとか言サ去ムはもし落ちるんだったらまあこういうところまで落ちるんじゃないかなって思うけどね、うん、それか緑か緑の間だねうん上でと横展開していくのかねあのこの下で、ね、横展開していくのか って感じじゃないかなって思うんだけどね自分的にはうんだけどこれはね期待できるぞこれはこの銘柄はなんか自分的に思うそういうふうにねで週足がクロスしているデスクロスしているし日足もまあかなりねあの数気圧高かったからさねということはどうかなうん確定できるかなこれ上抜けた状態で、ね、そこに注目してくださいって感じだね、うん、日足ではまだ 上に行こうとしてるけどさとにかくもう結構あの高いってことね。うん、はいということで以上です、はい、それではニュースいきましょう、えー、11月18日土曜日、えー、24時間の世界三大取引所、えー、ビットコイン永久先物、えー、ロングとショートのポジション比率ということでね、うん、はい、えー、全体取引はね3つの合計はロングが49.8%でショートが50.2%ですね。 ちょっとショートの方が高いって感じだね。うん。はい。バイナンスが49.8%で,、えー OK えー、で、ショートが50.2。OKX、ロングが50.5%で、ショートが49.5。DYDX がロングが50.2%、ショートが49.8%となっています。ね。はい。うん。はい。XRP のニュースいきますね。XRP の下落にもかかわらず、クジラの取引量と保有量は急増していると。価格反発の可能性ということで。えー ピンボルドは17日、リップの XRP の価格が下落している一方で、クジラの取引量や保有量が急増していることを報告し、注目を集めていると。えー、仮想通貨のアナリストのアリさん。うんはい、過去10日で XRP 価格が18%下落したにもかかわらず、クジラの取引量と蓄積保有量が注目するべきレベルで急増したことは興味深いと述べています。 はい、アリさんによると影響力のある機関による市場参加者の増加より広範な市場センチメントに影響を与える可能性のある自信や戦略的ポジショニングの向上を示唆しており XRP の価値に前向きな変化をもたらす可能性があると例えばブラックロックが XRPETF を申請したという最近のフェイクニュースではこのデジタル資産への投資に対するトレーダーの熱意を浮き彫りにしていますということです。 はい、もうちょっと行きましょう、えー、コインベースの調査、えー、米国の機関投資家57%が今後12か月で暗号資産の価格が上昇すると予想していると、12か月ですって、機、え、関、ー、投資家の、えー、大多数は、米国の大手仮想通貨取引所であるコインベースが委託した新しい調査によると、来年は仮想通貨の価格が上昇すると考えています。来年だって皆さん、ね、そんそなことは誰でも考えれるよね、うん、仮想通貨メディアのデイリ まるによると、コインベースは17日、B2B 企業のインスティテューショナル・インベスターに委託して、基幹投資家250人を対象に調査したって、この調査によると、米国の基幹投資家の過半数57%が来年は仮想通貨の価格が上昇すると予想している、これは同じ意見を持つ人がわずか8%だった、前年からの大き,く大きな変化です。 下落傾向を予想していた回答、わずか2%で、41%は価格が横ばい、またはレンジで推移すると予想しています。ってことです。はい、ちょっとね、あと下の方はね、省略しますね。はい、はい、それでもう一個の、ね、ニュースいきますけど、今回のニュース、あの私が受け取ってる、ね、会員向けのクリプト関係の、ね、ニュースです。で、えー、厳選してね、1つで選んで、皆さんにご紹介します、今日はね。 はい、テザーの話なんですけど、えー、ビットコインの、ね、30分足でも、ね、こう表示しながらちょっと、ね、読んでいくので聞いていってくださいね、はいえー、870億ドル USDT のドルペッグ型ステーブルコインの発行者であるテザー社は、えー、10月にテザー社の元最高技術責任者 CTO であるパオル・アルドルノ氏が最高経営責任者に就任して以来 初めての重大発表で今後6ヶ月間で5億ドルを投じて世界最大のビットコインマイナーの一つになると発表した、うん、私たちはビットコインマイニングエコシステムの一部になることを約束するとアルドールのさんは、ね、言ってます、ね、テザーはウルグアイパラグアイエルサルバトルでビットコインマイニングを構築していると付け加えたと。 拡張新しい変電所って読むのかな新しいサイトの建設に関しては私たちは非常に真剣に受け止めている、うん、ということで、えー、これがさあのまあど私のね動画の中ではテザーねちょっとあの危ないかなっていうようなさ話もしてきたじゃないですか。ねあの 米国の議員たちのねあの間でちょっと話が出ていて起訴しろって言われてるとかねテザーの裏付けは信用できなくてコインベースからねテザーの取り扱いがなくなるとかなんかそういう話もしたじゃないですかまあその動画は、ね、あの削除しちゃったけどね、うん、で、ここであの思ったね自分の,感あの意見ですね。うん あの月あじゃ今後6か月で5億ドルを投じるって言ってるんだよねまず一つね。そしてあのここでもねあのなんでねこのねあのなんていうの,あのビットコインマイニングエコシステムの、ね、一部になろうと、ね、言っているのかっていうのはあの削除しちゃった動画の中で俺がね話したことね皆さんにね。 ビットコインっていうのは価格操作されているしテザーを、ね、時価総額を増やすことによって市場操作をしてるやつらがいるのよっていう話したじゃないですか、ね、案の定、ね、ここで分かることは、ね、テザーが、ね、ビットコインのマイニングエコシステムの一部になるって言ってるのこれどういうことかっていうと、ね、テザーが結局ビットコインの価格を上げ下げしてるってことなのよ。 ね、皆さんそういう話と通じる話だねこれはね,ね、うん、でここに書いてある今後6か月で5億ドルをね投じるって言ってるのよ、ね、でこの6か月っていうのがさ面白い面白いことねちょっとビットコインのねチャートうん見てみて6か月でしょ、ね、はいこれね冷やしじゃないですかで俺がね皆さんにこの 波って、ね、いつ終わるのって言った話、ね、今までしてきた話はここですよ6月皆さんね今11月でしょ、ね、でこの会員向けのニュースにはね今後6か月で5億ドルを投じるって言ってるのよ、ね。5億ドル投じるってことはね あのテーザーっていうテーザーマイニングビットコインをマイニングするとさあのマイニングの,なんていうの、まあ、経費がもちろんかかるじゃない。ねうん、でその電気代とか、まあ、そういう経費を要するに損益分岐点をさ、ね、あの割らないように、ね、調整してくるわけだ、うん、おそらくね。だからこの10月までに6ヶ月間で5億ドルを投じるっていうことはでその間。 まあ、ビットコインが生産されるっていうことにもつながるんだけど、ね、その間ビッ,トにビットコインの価格を、ね、あの市,場市場操作しよう,、ね、でしようと思えば、まあ、できるわけだね。うん、ねで期日がさ、ね、11月から、ね、この6月でここで書いてある、ね、6か月間と一致してるの。ねうん、まあ1か月のズレだよね今からだったら。まあ、1ヶ月も 日とか、まあ、そんなな感じじゃない、ね、だからこの波がいつ終わるのかって皆さんに話した時に、ね、6月まで続くよっていう、ね、その6月とここに書いてある今後6ヶ月で5億ドル、ね、テザーの最高経営責任者が、あのー、投じてマイニングエコシステムを、ね、作るって言ってる話とつ合ってくるこれ皆さん恐ろしいねこれはちょっと興味深いでしょ <laughs> ね、はいということで。まあ乳酸以上です。はい、それではね。コメント読んでいきますね。はい、えー1 6 9 2んねえ体調崩していてコメントできていませんでした。年を取ると回復に時間かかりますね。えゆ、ー、きさんもくれぐれも体調にお気をつけて配信を続けてくださいね。はい、同時が月に行く話、懐かしいですね。って覚えててくれたんですね。嬉しいですね。はい、やっと現実になりますね。 証拠、えー、金、えー、1ドル使ってレバレッジマックス夢を買おうと <laughs> 考えていますと、えー、これからも、えー、よろしくお願いしますと良い週末をお過ごしくださいということでね <laughs> いいじゃないですか、ね、ルール作って、ね、同時コインでね夢買うってねはいありがとうございますえー、へい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 えー、あえあえっとねスーパーマンさんね、うん 同時が宇宙に行って何の意味があるの？って感じがしますけど、ホルダーなので爆上げ期待します。っていうことで、そう意味があるかないのじゃなくてね。あのスーパー、またね。あの楽しいでしょ。楽しいね。なんかうん。同時が宇宙に行くってね。意味はないけどさね。うん、まあ、楽しいかなって思いますね。はい、ありがとうございます。 さ、えー、さんね、えー、ゆきさんねいつも拝見しております、えー、数日前、まあえー、妙にリアルで変な夢、えー、実際にあった事実とその後の妄想がごちゃ混ぜを見ましてまあ夢ってそんなもんだよね <laughs> うん、えー、翌日慌ててその通貨を購入しましたと笑い,笑い,と思笑い話と思われるでしょうがゆきさんの意見をお伺いしたいですと <laughs> その夢を簡単に予約しますと <laughs> Facebook が総力を挙げて開発した SNS 特化 の通貨リブラは当時の時代背景により政府に潰されるその後納得いかない開発者が独立してそのノウハウを生かして新たなプロジェクトを立ち上げる SNS を介して金融支配をも論み色ますがその技術を見逃すはずもなくその後に裏で通じる、えー、マンを満た、うんえー、してっていうのかな <laughs> X の使用、えー、通貨が スイってものこれサイかなまあスイと発表されるとこんな感じですがやっぱり笑い話の妄想ですかねっていうことなんですけど <laughs>、まあ、夢ってそんなもんですよね、えー、一番んで、まあ、私の意見を言うとねあのまずこのフェイスブックがリブラ政府、まあ、に潰される政府、まあ、に潰されたのかなんかは分かりませんけど。 俺が読んだねあの最近の記事があったそういえばフェイスブックの話がちょっと出ていてその記事の中にね会員向けのニュースだったんだけど <laughs>、えー、まあ失敗したとねそのチームの中の誰かがそれを、ね、抜けてであの最近仮想通貨での、あのー、関連の企業で。 問題になった企業。まあなんかもあったね。例えばアルメダリサーチとかさ、ね、FTX とかもそうだけど、まあ要はそういうところにどうあので、その時期にさ、出てきてたあいろんなニュースの中の企業だね。うん、ダメになった、ね。それをなんか、えっと、もう一回ねあの、買収して、うんあの、やるみたいな感じのニュース、うん、やろうとしているみたいな、うん、ニュース見たね。うん、だから、 なんかここら辺はなんかね、うん、そのニュースと同じかもしれないその納得できない開発者が独立してって、ね、そのノウハウを生かしてってもしかしたらそうなるかもしれないよちょっとさそのニュースさあの見つかるか分かんないけど見つかったらちょっとご紹介しますよ、ね、もし気になるようでしたらね、うん、はいで SNS を介してイーロン・マスクがそいつと手を組むと、ね、まあ、うん、かもしれないしねまあ分からないけどねうんだけどその手を組む理由が X で使用する通貨のまあ関連で手を組むってことなのかな。ね。あの水ってやつかなイっていうのは仮想通貨だかなこれ確か。ね。うん、だけどあの俺が把握してるニュースだと仮想通貨は使わないってことだからさ。ね。うん。あの自分が知ってるニュースではね、うん。だからまあ違うんじゃないかなって思うね。 うん、だから、半分はなんかちょっと現実的なところがあって、下半分はどうだろうなって感じかな。<laughs> ね。<laughs> はい。ということで、ありがとうございます。<laughs> はい。ホワイトさんね。へいへいへユウキさんがホールドしてるコインの発表はね、あの、前もしたんだけどえ、ビットコインとイーサリアムと、エイダと X X、XRPXDCXLAM 同時コイン。7つだね。だから、いつも分析やってる。ね。あの、 やつになります、ねはいまあ発表って言ってもまあここまでだね発表することはね俺がね、はい。ということで、えー、今回の動画、えー、以上になりますけど面白かったらねグッドボタンチャンネル登録してもらって、えー、次の動画で会いましょうありがとうございました。